電車高松琴平電機、鉄道1020系電車高松琴平電機鉄道1020系電車は、高松琴平電機鉄道に在籍した電車である。1020系線3 1 10322002年8月2日生産。 付近1 0 2 0系線3 2 1 0 3 1 2 0 0 4年10月2日生産、市宮間1 0 2 0系線2 8 1 0 2 7 1 0 2 0系に河原町付近1 0 2 0系線3 0車内2004年10月高松筑港元名古屋鉄道3 7 0 0系で、1957年から1958年にかけて日本車両で製造され、 1969年から1972年に入選した。奇数番号車が制御電動客車、偶数番号車が制御客車で、最大時1021から1036の2両編成8本16両が琴平線に在籍していたが、2004年までに廃車になった。17メートル級の全金属車体で窓配置は C3D2D6D2。 雨どいは張り上げ屋根となっている。うち、1022.1024は、電動車を電装解除したもの、また1032は、ことで唯一の高運転台車であった。車内は一部転換クロスシートの車両も存在したが、最終的には、ロングシートに統一された。駆動方式は釣り掛け式、制御方式は HL、制動方式は電磁 SME である。 車両所元名古屋鉄道3700系は、1957年から1959年にかけて木造車などの機器を流用して、日本車両で新造した車両である。しかし、手電動機出力が低いことから使い勝手が悪かった。そのため、新造から12年の1969年から、高松琴平電鉄に譲渡が開始された。しかし、 1973年にオイルショックが発生。これに伴い、名古屋鉄道の輸送量が激増したため、8編成をもって譲渡は中止された。入線にあたり、台車を 1435mm に改め機、ブレーキをアムから電磁 SME に変更したほかは、ほぼそのままで使用された。特に1021から1022は、名鉄時代の塗装で1年半使用されている。 また1030番台の車両は転換クロスシート付きで車番も分けられたが1975年にロングシート化された。中型車がほとんどであった当時、大型全金属製のこの車両は近代的な存在であった。なお、1998年までのこと伝標準色だったクリーム色とピンクの車体色は1969年に 入選した1023から1024から採用されたものである。1978年から1981年にかけて中間連結器を密着自動連結器に統一したり、電動車の台車、主電動機を京浜急行電鉄230系の廃車発生品や購入した30型から交換したものにするなど出力強化並びに部品の統一を図った。 さらに、1029から1030が1985年、1031から1032が1986年に、HL 制御のまま台車、主電動機を心臓のものに交換し、カルダン駆動化された。台車は、電動車が、住友 FS-530、制御車が、同 FS-030、主電動機は、三菱メガバイト -3239、 A 以降1080系増備に伴いから段化された1029から1032を除き廃車された。その後、2004年11月3日に1200系の1207から1210が増備されたため、1029から1032が廃車され、形式消滅した。新生児、区2703はも3704、区2701はも3702。ありがとうございます。